こう前の日なり次の日をちょっと節制してこれに臨む感じ。これですこれです。じゃじゃん。おお、The camera just moved. Hey guys and girls, on Ask Japanese, it's Cathy Cat. This time we're asking Japanese people to react to American food. We got some tasty, tasty pictures that we're going to show them, and we want to find out what their very first reactions are to when they see these pictures. And what does that actually say about Japanese people and their relationship to food? Because that was a very interesting thing that we figured out while we did this video. Now, before we head on, don't forget to subscribe, tick the notification bell so you don't miss the future videos, and give us a like to say thanks. So let's head off to the streets of Tokyo and ask Japanese people to react to American food. アメリカ料理のイメージは？ハイカロリー。おー。なんでハイカロリーですか？食べ応えあるようなお肉お肉みたいな、パンみたいな。ハイカロリーが最初、一番最初に出てきました。ちょっと体に悪そう。ちょっとこの写真を見て最初に何を思いますか？あ、でも美味しそう。そんなことは。でもやっぱカロリーが高そう。おー、すごい。ちょっと翌日控えなきゃなみたいな。次の日は我慢、健康的なものに、するみたいな。バーガーを食べて次の日は何を食べますか？なんか野菜中心にします。こうバランス取るかなって感じです。週何回とか月何回だバーガー食べますか？2,3 ヶ月に1回ぐらい、私も月1食べたら結構食べてるなって感じで、2,3 ヶ月に1回食べてるかなぐらいで。これボーンって急に出たらどうしますか？なんか気合い入れて食べる日は食べるけど、こう前の日なり次の日をちょっと節制してこれに臨む感じ。バーガーに臨む。美味しく食べれるようになんかこう軽いもので済ませておいて、これ美味しく食べれるように。なんか毎日はちょっと食べれないかなっていう風に思います。そういうちょっとハイカロリーだったり、普段はいっぱい食べないからたまに食べると美味しいみたいな、ご褒美感。ご褒美な感じで毎日は、あんま好んでは食べないかなって感じですね。じゃあ毎日の食べ物はそのおーバーガー行こうとかピザ行こうとかはしない？しない。何かを日本で食べるとどういったところ一番気にしてるんですか？あ、やっぱカロリーが、高いからちょっと考えちゃうこともあるかな。しばらくお待ちください。アメリカ料理のイメージは？ハンバーガー。お、肉ですね。お、コーラ。肉ですね。これですこれですですね。これを見ると最初にどう思いますか？確かに確かにってなります。日本の料理とアメリカの料理を比べて何が違うんですか？なんかもうアメリカはもう油って感じの、しかもなんかスイーツとかもカラフルすぎて、これ大丈夫なのかなってって思う時とか。どういったところが大丈夫って心配なんですか？なんかケーキとかが青すぎたり、なんかオレンジだったりするのを見たことがあって、体に悪そうだなって言っちゃ失礼かもしれないですけど、色使いすぎて油使いすぎて悪くなりそうだなっていうイメージがありました。これ食べたら体の心配はありますね。ちょっとどういったところ？もう油って感じなんで、見た目がちょっとこう脂肪とかついたり。たまに食べるのはいいかもしれないですけど、ちょっと頻繁にって考えるとふと理想だなって思いますね。なんかよく食べ物見ると、どんな年齢でも男性女性関係なくでもみんなよく太るとか気にしてるような気がしてて、海外より。それなんでだろうなと思って。なんか日本は細いっていうイメージがついちゃってるんじゃないですかね。モデルさんとか芸能人が細いからだと思うんですけど、そっちの方可愛いみたいな、でみんな可愛くいたいからその細いのを意識するんじゃないですかね。そのハンバーガーは月何回食べれますか？4回。お、4回。3回。なんで3回でしょう？なんか頻繁に食べすぎるとちょっと貴重じゃなくなっちゃうかなと思いました。4回、週1なら
食べても害がないかなっていう食べ物やっぱりバーガーとか頼んで夜ご飯代わりに食べないとかそういう作戦もしますか？ずっと食べてきたものが日本の食事だから、そういうのはたまに食べるのがやっぱり美味しいかなって思います。じゃじゃん。おお、まあ量がビッグ、ビッグサイズ、ビッグサイズシャギン、うまそう、すげえな、ビッビッグじゃじゃん。これ何、真ん中のこれ何ですか？コースクロー、あのキャベツみたいな。あ、肉がベリーこう分厚いどっちが急に日本語に答えた一番なんか最初に思い浮かぶって何ですか？なんか口の中で肉汁がジュワーッ、美味しいって感じ、はい、美味しい。暑いからなかなか一口で上までいけなさそう。実はこの同じ写真を女性の方に見せて、はいはい、リアクションが全然違う方向にいたんですけど何みんないたと思いますか？これ食べたら、ええ、太る太る、そうそれは最初のリアクションだったんですけど、なんでだと思いますか？もうなんか肉が多くてカロリーが多そうっていうあれですね。自分はなんか食べたら太るって一番最初には考えてない。考えてない、うん、あんまり。そうですね見た目って入っちゃったんで、そういうイメージはあんまなかったですね。なんで女性の方は一番最初に、あ、太るって思っちゃうんですか？常に気にしているから、うん、そういうカロリーを。よく海外でやるのはピザパーティーですね。日本にはそれやったことありますか？一人一枚はないですね。みんなで分けるみたいな感じなんで、シェアして、うん、男性も一人一枚食べないんですか？一人一枚、なんか半分とかだよね。二人だったら一つずつ頼んで、一人で全部食べるんじゃなくて半分もらって半分だけ交換して食べたりします。なんでですか？なんかいろんな味楽しみたい。楽しみたいし、量もちょっと多いのかなと思う、一人一枚は。でも例えばいろんな味のピザあるじゃないですか、なんかピザラとかなんか4つの味を乗せたりとか、それは一人で食べますか？一人で頼まないですねじゃあ一応人生の中でピザ丸ごと食べたことありますか？あります、はい、あります。それはそれ人生の中で何回ですか？2回とか、はい、自分もそれぐらいですね。どんな時に？ファミレスであるんですよ、ピザが。サイゼリアとかガストとか、はい、サイズは M、 そんな大きくないですよ、ね、今回。え、そんなだっけ？こんなもんだよそれぐらいはもう一人でいけます、はい、そうですね。 Rather than saying it looks tasty, it looks colorful, it looks like there is a lot of meat, generally the girls' first reactions were it looks unhealthy, it looks like you'd gain weight, it looks like it has a lot of calories. So instead of taking in the food as something to enjoy, the first reaction seemed to be of something to worry about if you eat too much of it or the wrong type, and what kind of effects it will have on your body. So I felt a lot that especially girls don't seem to be able to let their guard down when it is around food. Here in Japan, many people are skinny and people seem to think, oh, they're just skinny because they are Asian, and it's generally not like that. There's quite a lot of effort that Japanese girls do to keep skinny, and a lot of foods that they don't allow themselves to have because they might gain weight, and you could hear it from the girls. They all told you that, you know, if you have something with high calories and the next day you don't have that, or you try to eat it with something healthy to balance it out. So this might be a healthier lifestyle of approaching it, but at the same time, sometimes you just, you know, need to enjoy food. And you could see it from the boys. The boys were sure to, oh, this looks like a lot of meat, and like the tasty flavor of the meat would come out. And that reaction we didn't get from a single girl. Unfortunately. Yeah, so you can see that it says a lot about what kind of relationship we have to food when we look at it, and it seems like there's a negative image towards foods that are high in calories, especially for Japanese girls. Well, come on, you all have seen those YouTube videos where they have like super high calorie foods that just look so tasty and you just want to try it, right? Yeah, I've seen some of those. Anyways, on that note, what kind of other things would you like us to go to the streets of Tokyo and let Japanese people react to? Let us know in the comments down below.
And if you haven't already, be sure to subscribe. Also, we need that notification bell ticked. We're trying to get out so many videos, but they don't all reach you because that notification bell is not ticked. Please, please, please do that. At least you get an email when a new video comes out. Otherwise, you'll miss them. And also, give us a like just to let us know that you enjoyed this video and you're glad we're bringing your content. Thank you so much for being on this journey with us. And I hope I catch you soon for another video here from Tokyo, coming out to you no matter where in the world you are. Have a lovely day. See you.